それではおはようございます。湯田温泉パークの愛称決定について申し上げます。本市では湯田温泉をはじめとする本市の地域資源を活用し、あらゆる世代の市民や観光客の交流を促進することで、定住人口の増加や交流人口の拡大、そして多様なにぎわいの創造を図り、本市の発展に資することを目的といたしまして、現在、令和7年4月の供用開始に向けまして、湯田温泉パークの建設工事を進めているところでございます。この度、施設の完成イメージの動画を新たに作成をいたしましたので、まずはこちらの動画をご覧いただきたいと思います。この湯田温泉パークにつきまして、市民の皆様をはじめ、本市を訪れる観光客の皆様にも親しみを感じていただけますよう、昨年12月18日から今年の1月末までの約1ヶ月半の期間におきまして、市報や市公式ウェブサイト等を通じて愛称を募集いたしたところでございます。その結果、全国から1323点の作品が寄せられたところでございまして、
愛称選考委員会による選考を経て、この度施設の愛称を決定をいたしました。愛称は、湯田温泉コンコンパークでございます。このコンコンには湯田温泉の象徴でございます白虎の鳴き声のコンコン、温泉が湧き出るイメージ、コンコンと湧き出るといった温泉のイメージに加えまして、湯田温泉に来てほしい、どうぞおいでませ、コンコン、そういった意味を表現をいたしているところでございます。なお、このコンコンパークにつきましては応募が複数ございましたことから、抽選を行いまして、山口市在住の堤直也さんを受賞者として決定をいたしまして、4月6日土曜日に行われます湯田温泉白虎祭りの中で表彰式を行う予定といたしているところでございます。今後令和6年度に開催するプレイベント等の機会を通じまして、愛称湯田温泉コンコンパークと本施設の積極的な PR に努めてまいりたいと考えております。湯田温泉パークの愛称に決定については以上でございます。本日の私からの発表は以上でございます。